今回は極限、収束する無限等比数列について学習していきましょう。まずは無限等比数列が収束するための必要十分条件についてです。無限等比数列が収束するための必要十分条件は、 R を公比としたとき、マイナス1小なり R 小なりイコール1です。例えば初項2分の1、項比2分の1の無限等比数列はマイナス1小なり2分の1小なりイコール1が成り立っているので収束します。ここからは無限等比数列2分の x の n 乗が収束するときを考えていきましょう。無限等比数列2分の x の n 乗が収束するための必要十分条件は、マイナス1小なり2分の x 小なりイコール1、すなわちマイナス2小なり x 小なりイコール2です。極限値はマイナス2小なり x 小なり2のとき0、 x イコール2のとき1になります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。無限等比数列 x-2 の n 乗が収束するための必要十分条件は、マイナス1小なり x-2 小なりイコール1、すなわち1小なり x 小なりイコール3、極限値は1小なり x 小なり3のとき0、 x イコール3のとき1になります。正解できましたか？それではまとめをしましょう。まずは無限等比数列が収束するための必要十分条件についてです。無限等比数列が収束するための必要十分条件は、 R を公比としたとき、マイナス1小なり R 小なりイコール1です。例えば初項2分の1項比2分の1の無限等比数列はマイナス1小なり2分の1小なりイコール1が成り立っているので収束します。ここからは無限等比数列2分の x の n 乗が収束するときを考えていきましょう。無限等比数列2分の x の n 乗が収束するための必要十分条件は、マイナス1小なり2分の x 小なりイコール1、すなわちマイナス2小なり x 小なりイコール2です。極限値はマイナス2小なり x 小なり2のとき0、 x イコール2のとき1になります。これで今回の学習を終わります。